はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロストヒーローズ前回の続きからやっていきたいと思います。アジトキューブ奥ですね、進んでいくことになるので、とりあえずキューブ選択でアジトキューブに行きましょう。中継地点は1か。とりあえずどっちだっけ、ちょいと久しぶりなんで、ここのショートカットを通ってこっちか。メンバーとかもちょっと忘れちゃったな。ここを左側に行けばいいのかな。お、こっちに行けますね。なんもねえな。とりあえずこの雑魚敵はスキップで倒せるのかな。うわ、3人がかりだ。結構食らう。お、ベムスター手に入れた。早速ちょっとウィングゼロが減ってるんで回復をさせましょう。こっちは何にもないか。上がまだいけるんで上の方から攻めてきますか。こっちだ。ここ行くと戻るから、ん、この部屋はこちらからは通れないようだ。ここはショートカットですね。そうすると、ベロクロン猫闇3人か。やっぱり、お、そろそろレベルが上がる。あと1、2回か。ん、こっち行くとあれだな。ちょっとこっち何もねえし。よし、おお、やっと来たか。心配したぞ。この辺りの敵はかなり手強いからな。ここからは一緒に行こう。この部屋の奥に階段があるんだ。元から最初から行けばよかったじゃねえか。一緒によく来たな、ヒーローども。先ほどは見事な勝利だった。まさかゲバコンドルを倒すとはな。さあ今度は私の自慢の宇宙大怪獣の相手をしてもらおう。出番だ。これはベムスターじゃねえの。クワーキー、なんだ、ベムスターじゃないか。クワー、う、強いそうか、そうは見えなかったぞ今の今までのベムスターとは違う。そうなのか。ふふふ、違いがわかるようだな。そう、私が強化した改造ベムスターだ。違いのわかる男か、メビウスは。強化しようが改造しようが関係ない。ヤプール、お前を許さない。メビウムシュート。あれ、しかし改造ベムスターへの攻撃は全て腹の口に吸収されてしまった。かあ、メビウムシュートが吸収された。はっはっは、どんな攻撃だろうと聞くものか。あの腹だ、腹の口さえ黙らせれば。何か方法は。ち、どうしようもねえな。一旦引くぞ。結局引くのかよ。ほほう、我は宇宙大怪獣に恐れをなして逃げるのか。所詮貴様らの実力はその程度ということだ。はっはっは、嬉しそうだな。これじゃ先に進めないな。拠点で対策を練り直した方がいいんじゃないのか。え、拠点に帰れってこと。てか普通にさ、追ってこいよ。今ヒーローを倒す絶好のチャンスだろうが。でどうすんだ、話を聞くのかな。ああ、メビウスたちは拠点に戻り改造ベムスター対策について話し合った。なるほど、改造ベムスターを倒しその部屋を突破しないことには先に進めないようだね。だが仮面ライダー2号だけでも救出できたことは不幸中の幸いだけど、スカル、いやダミードーパントはなぜ2号だけを救ったんだろうか。俺にもわからない、何か企んでいたのかもしれないな。今はとにかく1号とウルトラ戦士のことを考えよう。でも1号や兄さんたちを救うには改造ベムスターを倒さなければ。あの腹の口が問題だぜ。光、何かありませんか、あの口を塞げそうなものは。難しいな、使えそうなものがない。何か粘着力の高い物質があればいいのだが、例えば鳥餅のような。あ、鳥餅、どうしたアンク、心当たりか。アンクはしぶしぶ敵の実験室に落ちていた鳥餅のような物質のことを話し始めた。それはおそらく高分子プラスター爆弾だ。実験中に爆発したのだろう。まだ使えるものが残っているかもしれない、調べてみる価値はある。わかりました、もう一度行ってみましょう。また戻されるのか。そうだな、あれどこだっけ、あれがあったの。マジか俺もマジかって言いたいよ。なんだよアンク、まさか怖いの。
バカが、そんなわけないだろう、黙ってろ。高分子プラスター爆弾を探せ。どこだっけあれあったの、もう全然覚えてないな。とりあえずアジトキューブへ行くか。なんか最初の方だったような気もするけど、とりあえず進んでいくか。どこだっけな。ここは宝箱があるだけだからな。ダダが出てきた。ダダが、ダダは2発で倒せる。カメラのレンズ、そうだよな、開けてあるしな。この空き部屋は違うな。あ、あった、これじゃないか。調べる。あれあれ、なんだなんだ、わからん。これじゃないのか。カマキリ男、よーし。あれ、なんか光ってるよ。高分子プラスター爆弾を入手しました。あった、これで改造ベブスターを倒せますね。やったな、急ごうぜ。え、そんないっぱいあんの。なくなったじゃあ行くか、そのまんま。これは歩いて行ってもそんなに時間はかかんなそうだから、場合によっては拠点に戻った方がいいケースもあるけど。ダダは敵じゃないな。いや、ウィングゼロ攻撃力超高いな。よし、また戻るのか。相変わらずのお使い系だな。まあでも地図さえできてればそんなに時間はかからないと思うけど。ベムスターが出てきたよ。こいつにクラスター爆弾使えよ。てか、なんでプラスター爆弾なんて置いとくんだろう、こんな弱点になるものを。ほう、戻ってくるとは笑わせる。改造ベムスターと戦いに来たのか。いや、違うよ。おじけづいたか、ははは。嬉しそう。てか、そのまんま戻っていくのかよ。なんなんだ、このシーンは。まあ行くか。そのままこんなことしててもしょうがないんで。ほう、戻ってくるとは笑わせる。どんだけ笑ってるんだこいつ。ならば遠慮せず行かせてもらうぞ、改造ベムスター。メビウスは改造ベムスターの腹の口を狙って高分子プラスター爆弾を投げつけた。爆弾は命中し腹の口を塞いだ。ピン、なるほど、そうきたか。なるほどって、お前らの実験室にあったやつだぞ。これで勝てるぞ。ならばこちらも次の手を打たせてもらう。私が改造したのはベムスターだけではない、サボテンだ、ベロクローン出番だ。こいつらビジュアルがないんだ。おお、サボテンダー改造とかすげえな。どうしようかな、とりあえず攻撃を仕掛けていくか。いや、ちょっとヒーロー技を使ってこう、いきなり。うわ、ヒーロー技がない、こいつ。とりあえず、ロックオンかけとこう。RX キック。こいつも使おう。マキシマムドライブコンボ。光線。うわー、強え効果がなかった。うわ、感染か。感染もな、ちょっと厄介だからな。死ぬなよ。おお、なんだ、ダブル感染か。やばいやばい。あとはマシンキャノンで与えていくか。またヒール役だなこいつは。やばい、早いこいつの方が。まさかダブルより早いとは。見て、うおー、スタン、スタンしても感染かよ。あとはちょっと端から
倒そうかな。あ、でもデムスター減ってるな。どうしよう、回復するか自分で。メガライフキットで、ヒールはウィングだな。うわ強い、死んだ。スタンいつ溶けるんだよ。ライフキットじゃなくて2つキット、んー、まずいな。うおー、めっちゃダメージ食らう。スタン溶けろよ、早く。溶けた、よーし。ここでどれにしようかな。物理攻撃力を上げるか。で、ウィングガンダムは物理攻撃力がないな。まあ、仮面ライダーだな、そうすると。RX キック。ヒールフェイ使おう。危ねえ。うわ、死ねえ。よしよしよし。これでウルトラマンがまた攻撃に。あれ、まだ入れないっけ？マジか。このライダー2人は完全に回復役になったな。回復が追いつかないんだよ、2人で回復しないと。よーし、戻った。メビウスパンチで、アレックスキック。どうしようかな、こいつも攻撃に入ろうかな。ジョーカーサイクロンキック、よし倒した。あと1体になればな、多分大丈夫だ。ヒールレインで、ヒールと。痛い。あとは普通の攻撃で倒せるかな。ほい。うおお、よーし。まあ最初ちょっと苦戦したけど、お、一気に全員手に入れた。そうか、改造モンスターだからな。大したものだヒーローども。これは我々も次の作戦を移行さ、ん？次の作戦に移行せざるを得んな。奥の扉は開けておいた。さあ行くがよい。はっはっは。完全に楽しんでんなこいつ。逆転ヒーロー参上。調べる？あ、死体が落ちてるとか言ってくんな。ほらね、やっぱり。回復をどうするかだな。戻るか。そのまま行くか。そのまま行こう。おー、次のエリアか。あれ、なんか採掘場とかいうとこに出てきた。あ、また外壁から埋めていくか。あー、敵も変わってる。バイソンヤミーじゃん。落下されたな、たまたまか。最近特殊効果を使ってくるやつが増えてきた。ん？この小屋は？なんかあるか？なんもない。宝箱がある。こっちを取りに行きましょう。おー、行動石みたいな。あれ？バウンドドッグの色が違くね？こんな色いたっけ？あー、やばいやばい、ウィングガンダムが。よーし、とりあえず回復をしなくては。てか次の中継地点どっかないかな。ん、この先が十字架のあるエリアだ。勝手に進むなよ。え、早っ、今見えたぞ左。いや、遠くに十字架が見えるっていうか、そんなことより左だよ左。あそこに兄さんたちが。このエリアの地形は何もわからない。じゃなくて俺にもわからない。とりあえずあの十字架を目指して進もう。え、こっち行けんの？通れない。いやー、今絶対あったよね中継地点。あ、なんかいたな今、ちらっと見えた。エンジンオイルいる。なんだ、あ、ゴッドガンダムだ。前方に誰かがいる。おい、そこのお前たち、デビルガンダムを知らないか？デビルガンダム？知らなければいい。
あ、いっちゃった。なんだ、同じガンダム同士なのに。もっと仲良くしようぜ。あ、このターンで倒したかったのにな。余計なダメージを食らってしまった。 RX を回復させるか。ヒール2も欲しいな、そろそろ。お、なんか出てきた。ゴモラ、ゴモラ攻撃してこないのか。なんだこいつ、お前はマジで。なんだ、取り付いたぞ。ん、ギャーンガーン。めっちゃ苦しんでる。まさかゴモラに取り付いたのか。戦闘一体何があったというんだ。とりあえずメビウスパンチ、マシンキャノン、RX キック、ジョーカーサイクロンキックかな。弱っ超弱かった。グー、お前を除霊してやったぞ。今のは何だったんだ。嫌な予感がする。確かに何が何だか分からなかったな。めっちゃ弱かったし。また他のエリアか。戻るのかな。ああ、研究室に戻ったな。あれ、なんだ。おい、また研究室みたいなところに来ちまったな。また罠じゃないだろうな。おまけにヤミーの気配もねえし、メダルも集まらない。クソ。メダルといえば敵が話しているのを聞いたことがあるぞ。本当か、なんて言ってた。いや、詳しくは。ちだが敵もメダルの力に注目し始めたようだな。問題はこのキューブにあるかないかだが。まあいい、もう少し行くか。相変わらずのアンクだな。こっちから来たから、ここだ。あれ、こちら側から通れないようだ。ここは何かあるか。何もないか。何もなさそうだな。なんか手錠みたいなあれになってる。ここに閉じ込められてたのかな。またダダが出てきた。何、テレポート。OK。あー、ウィングゼロ本当に強い。でもゴッドガンダムが仲間になったらゴッド入れたいしな。なんとなく。ここは牢屋だったのかな。開いてるけど。ジンクス。カマキリ男はまだチップ手に入れてないんだっけ。こうか。ここは行き止まり。あれ、なんか穴が開いてる。怪人が倒れている。またか、うんざりする。この怪人妙だな。表面が変化をしている。鉄の鱗のようだ。それは DG 細胞だ。誰だ。俺だ。またお前か。この怪人は DG 細胞に感染している、間違いない。 DG 細胞、なんだそれは。自己再生、自己増殖、自己進化の三大理論を併せ持つデビルガンダムのボディを構成する金属細胞だ。 DG 細胞を利用すれば肉体は強化され、何度でも蘇ることもできる。どうやら危険なものらしいな。ああ、敵の研究がどの段階まで進んでいるかにもよるが、阻止するにはデビルガンダムを叩くしかないな。近くにいるかもしれない。俺は辺りを探索してみる。じゃあな。結局行っちゃうのかよ。この部屋はこれで終わりか。またこのパターンか。おお、プレッシャー弱い。うん、こっちに行くしかないな。んで、ここにつながると。こっちはいけないから。わあ、なんかいる。前方に誰かいる。一応回復をさせてくれる時間はあるようだな。まあいいや、減ってるけど。話す。ここは通さないよ。八女、貴様は倒したはずだ。さっきのは小手調べ、本番はこれからよ。
リリー、俺たちの科学力を舐めてもらっちゃ困るな。貴様は、ザンジオ。さあ、いでよ、再生怪人軍団。ブルルルル。はっはっは。キキキ。再生怪人、まとめて倒してやるぜ。さあ、お前ら、ロストヒーローどもを始末するのだ。結局、誰が戦うの？あ、こいつらね。ハチウンナは出てこないんだ。どうしようかな。まあ、耐性が見れんな。弱点はないか。炎に耐性があるから、メビウスパンチはダメだ。メビウスチョップでいこう。アレックスキック。そうすると、これか。うわ、なんだ、回復してきたぞ。弱っ。再生弱っ。うわ弱っ、ほんと弱っ。何のために再生されたんだこいつら。かわいそすぎる。よし、やった。どうだ、ハチ女、残事を。俺たちだって少しずつ力を取り戻しているんだ。連戦になるのはきついぞ。でもロストヒーローどもがいい気になって、こうなったら残事を私たちの手で始末するわよ。うわー、やっぱりかー。了解だ、ハチ女。ちょっと回復させてないんだよな。どうしよう。ウルトラライダーキックダブルと打つか。で、マシンキャノンでヒールレインだな。レイピア、あいだーい。ウルトラライダーキック行くぜ。キック、ライダーキック。おー、失礼。オッケー。あとはメビウスキックで、こいつはどうしようかな。攻撃するか。でヒールを打つ。あ、弱いな、こいつも。うわ、マジックパーがないんだ。だいぶ戦い抜いてきたからな。弱い弱い弱い、もう倒せる。もうゴリ押していこう。オッケー。なんだ、最近はちょっと弱いな。歯ごたえがなさすぎる。無念だ。ショッカー万歳。本当に倒したよ。弱かった。己またしてもやられるとは。しかし再生技術はこれだけではない。我々の研究はさらに進んでいるのだ。次こそ貴様らは死ぬ。お前が死ぬんだろこれ。研究が進んでいる？ DG 細胞のことか。ちょっと減ってて戻りたいけどな。中継地点かせめてショートカットに見つけるまでは、見つけるまではなんとか進んでいきたいけど、また敵が出てきてもやだしな。さっきのあそこのショートカットみたいなところは宝箱だ。どこなんだ。このメンツならいけんな。めんどくさいことしようって。無駄なんだよ、無駄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 。とりあえず回復したな。よしよし、レベルが上がると回復するっていうのはでかいっすよね。ハニカム状の装甲編。こっちとこっち、どっちだ。いや、こっちだな。よーし、これでとりあえずは、ショートカットが通じた。あー、なんかあるかな、どうしよう。行くか。おー、なんもなかった。別になんもない。で、階段か。これは2ターンキルできるな。オーケー。またおお、ふふふ、 DG 細胞の威力は凄まじいな。わざわざやつのキューブから取り寄せた甲斐があったな。そらそうよ、最高だろう。キエー。うむ、実に興味深い実験ができる。 DG 細胞に感染させた我が鳥獣たち、どんな戦いを見せてくれるか。
面白いよな。 DG 細胞を怪人や怪獣に合成してよ。とんでもねえことになってきたぜ。おっと、ちょうどいい対戦相手が現れたな。ヤプール、あ、ふざけんな。誰がお前らと戦うと言った。おい、別の道を行くぞ。え、そうはいくか。ぶっ潰してやる、このガンダムヘブンズソード様がな。ははは、さあ逃げ道はなくなったぞ。さあヘブンズソード、そして鳥獣たち、 DG 細胞の威力でヒーローどもを倒すのだ。結局ボスか。何もなかったと思ったのに。しかも雑魚敵を引き連れてるし。とりあえず待つの周りからだな。やっぱりキングクラブ、これで行こう。うわ、なんか食らった。どうしたんか。倒したけど、どうしようかな。ちょっとディフェンスしないと死ぬ恐れがあるからな。ウルトラマンを隠させよう。危ねえ。よし、とりあえず立て直した。ちょっともったいなかったけど、ウルトラマンが一旦、マシンキャノンのヒルレインを撃っとくか。で、こいつを攻撃させよう。トリガーフルバースト。いや、いいや、こっちで。うおー、回復が間に合わない。ディフェンス、マシンキャノンで、アレックス、あれ、やばい、ヒールレインがあと2回打てるからな。普通の攻撃にしよう。で、こうだな。うわー、痛いぜ。食らったら死ぬな、これ。なんでディフェンスをするか。うおー、ハイパー銀色の足スペシャルか。今の読み取れなかったけど、多分そうだな。マシンキャノン、一回ヒールレインを打つか。一応ウィングゼロを回復させとこう。うわー、やられたー。うーん、蘇らせよう。ウルトラマンは攻撃しよう。ウルトラライダーキックが使える。で、こいつで蘇らせればいいんだ。完璧。なんだ、今全然食らなかったぞ。よーし、ここから反撃開始だ。このボスはまあスタン効かないんだろうな。一応ガードしとこう。攻撃してヒールと。おお、何かが斬撃無効化、跳躍だった今。なんてラッキーなんだ。攻撃のヒールで、よし、だいぶ減らしたぞ。ウルトラマン攻撃しよう。で、こいつガードしてヒールと。うわー、クリティカル出ないか。クリティカルが出ないとな。もう赤タイマーの時はどうにもならないからな。うわ、超強い。ちょっとガードだな。そうすると最後のヒールレインを使おう。こいつもあと3回しかヒールが使えない。うわー、痛いぜ。あとちょっと。よし、ウルトラマンのカラータイマーが戻った。ここは、ここはもう押し切ろう。ほらほら、よし、ヘブンズソード。あれ、もう退場か。こいつ出てきて一瞬で終わったな。やったぞ。うーむ、鳥獣との合成は不完全だな。しかしさすがはヘブンズソード、デビルガンダム四天王というだけはある。ヘブンズソードの傷は DG 細胞によってすでに修復されていた。マジか。ひゃは、俺はそうそう死なないぜ。ほら、何度でも相手してやるぜ。ひゃー、でももうチップ手に入れたんだよな。ほら、もう一丁。これが相手じゃキリがない。見つけたぞ、ガンダムヘブンズソード、デビルガンダムの手先め。貴様はゴッドガンダム。デビルガンダムはどこだ。うるせえ、ぶっ潰してやる。仕方がない、ならばお前を倒すまでだ。俺のこの手が真っ赤に燃える。勝利をつかめと轟き叫ぶ。爆裂ゴッドフィンガー。が、この俺様が破れるとは弱っ。さっき俺たちが戦ったのは一体何だったんだ。
ゴッドガンダム、これが奴の言っていたキングオブハートか。ゴッドガンダム、圧倒的だ。圧倒的じゃないか。デビルガンダムはこのキューブにはいないようだ。だがヘブンズソードはデビルガンダム四天王の一角、あるいは別のキューブに考えられる。俺は必ずデビルガンダムを見つけ出す。また会おう。どんだけ引っ張るんだ、仲間になるまで。とりあえず地上に出てみるか。あれなんだよ、また始まったよ。どうやらこの先はまた十字架のあるエリアに出られるようだ。よしよしよし、これで中継地点。あれ、なんか遠くねえか、大丈夫か。いや、どうする、進むか。どんだけ遠いんだよ中継地点。バイソンヤミーはな、3ターン、うお、やべやべやべ、回復してなかった。しょうがない、一旦帰るか。やっぱりバイソンヤミー気に入りだし帰ろう帰ろう。多分もうちょっと行けばあるんだろうけど、危険は犯したくないんで。レベルアップレベルアップ。はい、というところでちょこちょこゴッドガンダムが出てくるようになりましたけど、まだ仲間にはならないみたいですね。というところで今回は終了したいと思います。